はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。今日はですね、改めて100均グッズのご紹介ということでカメラを回してます。今スカイラインの、部品の下処理をどんどん進めていってるんですけども、このレジンパーツですね、これを今でっかいバリをね取ってってるんですけども、そこで大活躍する、通常のプラモデルキットを組む時もそうなんですけども、特にゲートの処理の時ですかね、ランナーにくっついてる部分をニッパーで切ってデザインナイフで整えてですね、最終最後の仕上げをするときにこれがあればめちゃめちゃ便利ということ、さっきというか1本前の、動画でもご紹介したかも分かりませんけど、改めてねご紹介をしていこうと思います。で、今やろうと思ってるのはですね、このワイルドスピードの劇中に出てくる右の座席は普通のねバケットシートが、ブライアンが座ってるバケットシートがあって、サイドシート、助手席のところはシートが取っ払われてですね、ニトロの瓶というかボトルがね3本マウントされるんですけども、そのニトロの瓶ですね、瓶というかそのボトル、これを整えていこうと思ってます。で、今回このパーツ、このレジンのパーツにはですね、こんな感じでバリというかゲートが太いのか分かんないですけどね、バリがついてますんで、これこのままもちろん塗装するとねちょっと不細工になっちゃいますから、ここは綺麗に取り去ってですね、整えておきたいということで、なんでこれをね除去するにあたってですね、かなり便利なツールがありますのでご紹介していこうと思います。それはですね、これです。セリアさんの商品であります、マイ DIY プラモデルシリーズかな、 PLMD シリーズ、クッションヤスリというものがですね売られています。で、ラインナップとしては、ごく細めと中目、中目なのかな、中目か中目か分かんないですけど、この3つがラインナップされてます。で、1000番とか600番とかね、240あんま使わないかも分かりませんけど、600が一番使うかな、1000も使うけど600を一番使うかも分かりません。で、600番ってそのペーパーでもね番手があると思うんですけども、ごく一般的なタミヤさんのフィニッシングペーパー、要は耐水ペーパーですね、このでしょ、このペーパーに比べるとね、もうちょっと粗い感じが、力が入りやすいから削りやすいだけかも分かりませんけど、もうちょっと粗い感じがしますから、500番ってね、あまり目で見ませんけど、600よりちょっと粗いぐらいの、イメージでですね、使われるといいかなというふうに思います。で、じゃあこのスティックヤスリなんですけども、こんな感じで、ちょっとだけ弾力があるんです。どんな感じかな、ビート板みたいな、水泳で使うビート板とか、あんな感じの、ちょっとこう固めのスポンジというか、ミニ四駆のね、ボールベアリングがはまってる、ピンクのスポンジ分かります？あの感じの硬さ。なんで、程よくこうしなって弾力もありますから、出っ張りの部分にしっかりフィットしてですね、削ることができるということになります。で、ちょっと今回ね、このバリが大きめなんで、このあたりは、ちょっとニッパーであらかじめカットしておこうと思います。で、ニッパーもね、本命のプラスチックのゲートカット用の薄刃のニッパーでいくと、これ刃を痛めますから、子供の時に多分買ったやつ、1000円ぐらいで売られてる、薄刃じゃないタイプのニッパーでね、大まかにパチパチっとカットして、デザインナイフを軽く当てて、これもえぐりすぎるとへこみになっちゃいますからね、 95%90% ぐらいかな、仕上げるイメージ、こんな感じ、まだこう爪がカッと引っかかる感じがありますけども、ここを最終この600番のスティックヤスリで、そこがねこう半円というか球体になってますから、あまりこう一定方向に削りすぎずに、面に沿わすように削るとですね、はい、どうでしょう、かなり綺麗に底面の成形ができました。あっという間にね、このぐらいのレベル感であれば仕上げることができますので、これ非常におすすめですよということになります。で、他にもですね、もう他の部品はやっちゃったんですけども、さっきも申し上げた通りですね、プラのパーツ、ここがまだだったかな、プラのパーツでもこうゲートの処理をねシャカシャカっとやるようなことに使えたりとか、で、これも目詰まりなかなかしませんし、目詰まりしてもこれ8本100円で売られてますから、もうどうしても削れなくなってきたと思ったらね、次の分に持ち替えてももうほぼタダみたいなもんなんでね、こういうツールもうまく使いながら
やっていくことができればいいんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとね今回短いですけど、そのご紹介をできればと思ってカメラを回してみました。もう一個やっていきましょうか。これ消火器かな、消火器のパーツですね。これにもお尻のところに大きめの、まあ、ゲートというかね不要部分がありますから、これニッパーで大まかにカットして、デザインナイフ、鉛筆持ち、私はね鉛筆持ちでこの薬指小指を、パーツが大きい場合はパーツに着地させて、そうじゃない場合は左手に着地をさせます。でデザインナイフをカットしたいところに当てて、親指で、左手の親指でグッと押すイメージでカットしていきます。これ右手だけの力でこうグーッと、左手も着地、左手に着地させずに、ね、右手の力でグーッと力をかけてズバッと切れた時にこの辺スパンと切れますから、左手に薬指と小指を着地させる。で歯を押すのは右手の力じゃなくて左手の親指、この範囲でしかね歯が動かないように、はい、するといいのかなと思います。であとはこのお尻のところをクッションやクッションヤスリで整えていきます。今回ね気泡がどうやらいてそうなんで、見えますかね、映るかな、気泡がいてますかね。この辺はちょっと別の処理が必要かもわかりませんけど、こんな感じでパーツをどん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 ですね処理をしていきます。これ追加メーターのユニットですね。ここもいらない部分が大きくついてますんで、はい、というような形でですね、このクッションヤスリ非常に重宝しますよということで、もしね使われたことない方、私もあまり積極的ではなかったんです。あんまり食わず嫌いというかね、少ない面積というか8本で100円というのもちょっとなんかうんと思ってて、ペーパー派だったんですけども、こういう作業の時はメキメキ作業進みますのでね、使ったことないという方につきましてはぜひ一度騙されたと思ってね買われてみてはいかがでしょうかということで、今回の動画は以上とさせていただこうと思います。いよいよやるやると言いつつまだやれてませんけど、次回はですね仮組ということで、このレジン製のパーツとプラのパーツがいよいよ合体してですね、この箱絵のようなこんな状態を皆様に見ていただけるようにですね作業をどんどん進めていこうと思いますので、次回の動画もぜひご覧いただければと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録をいただけてない方おられましたらチャンネル登録よろしくお願いします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けてますので、気になる方はそちらから検索とご購入をよろしくお願いします。で何かね、Amazon で買い物される際は、当チャンネルのどれでも結構です。Amazon リンク、概要欄の Amazon リンクから入ってもらって、その先で買い物されたものについては、リンクになってるもの、なってないもの、関わらずですね、当チャンネルに一部 Amazon さんから収益いただける仕組みに、広告費というかね、そういうものがいただける仕組みになってます。何か Amazon で買い物するよという際はですね、どれでも結構なんで、その Amazon リンクから入っていただいて、お買い物をいただくということで、ぜひよろしくお願いいたします。そこで得ました収益はね、展示会の開催費用とか、新しいキット、新発売のキットの開封レビューを取るためのね、キット購入費用とか、撮影機材の購入費用とか、そういうところに、まあ、チャンネルのね、運営費に当てさせていただければと思いますから、ぜひよろしくお願いします。で、まっすぐ川本チャンネルメンバーシップ制度を立ち上げています。このズームオンのね、商品をメンバーさんで取りまとめてね、一括発注。香港のメーカーさんなんで、ちょっと送料が高くついたりしますからね、個別でやるとね。だから一括で私が建て替えで注文しといてね、展示会で会うときに、こう分けさせてもらうとか、そんな取り組みもやってたりとか、あとは月に1回程度ですね、ズームという、ウェブ会議アプリみたいなものを使ってですね、模型に関する雑談会みたいなものも定期的に開催をしてたりとか、
そこでね、新しい100均の新製品の話とか、キットの話とか、塗料塗装の話とかですね、いろんな、メンバーさんからの、まあ、経験とか体験とかね、新製品の使った、感想とかね、そういうものを共有しながら、ワイワイとやるサークル、グルーピングも用意してますのでね、ぜひ、ご加入をいただければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。